皆さんこんにちは。今回も始まりました NBA 選手名鑑。特集するのは JJ レディックです。ベテラン選手としてチームを支える選手ですが、今回はそんな JJ レディックのあまり知られていないことトップ10を解説していきます。1つ目、レディックはバージニア州の田舎町ロアノークで1984年6月24日に生まれました。レディックは7歳の時に NCAA トーナメントのデューク大学対ケンタッキー大学をテレビで見て、デューク大エースのクリスチャン・レイトナーが逆転シュートを決めた場面に感動し、僕は将来デュークに入ると家族に宣言しました。またこの頃に母親から、あなたは狭い鳥小屋で食べ残しを与えられている鳥ではない。あなたはわしなのよ。わしになりなさい。と言われたことがあります。これは聖書の言葉の一節で、正しいことをやり続ければわしのように羽ばたき高い壁も乗り越えれるという意味だそうです。彼がこれまで諦めないで進み続けれたのはこの言葉のおかげだと言っています。2つ目、レディックはバージニア州のケーブスプリング高校に進学しました。彼はその時から頭角を現し始め、ケーブスプリング高校を州チャンピオンに導きます。3つ目、彼は大学時代嫌われ者だったと言われています。デューク大学というバスケ名門大学に進学したレディックは、1年目から主力選手として正確なスリーポイントシュートとフリースローを武器にスコアラーとして活躍しました。一方でデューク大学の選手からあまりの強さから嫉妬の対象として見られ、嫌われる時もありました。彼の家には何本も罵り電話がかかってきていたそうです。そんなことがあり、彼はヤジに動じない傲慢な人格を装い作り上げたこともあり、嫌われ者としてのレッテルを貼られてしまいます。そんな嫌われ者と言われていた彼ですが、大学時代はとんでもない成績を残していきました。大学2年生の時に NCAA トーナメントファイナル4まで行ったのにもかかわらず、コネチカット大学に敗れてしまいました。その時自分自身を見つめ直したという彼は、食事を含めた生活習慣を変え、体重を減らしてバスケに集中しました。そうしたことで4年の時には平均 26.8 得点、フィールドゴール成功率 47%、 スリーポイントシュート成功率 42.1% の活躍で全米の大学ナンバーワン選手に与えられるネイスミス賞も受賞しました。4つ目、大学でそれだけ活躍しても NBA に行けるかどうかは分からず、レディック自身海外リーグでプレーすると考え、イタリア語を学んでいたそうです。しかし2006年にドラフト11巡目でオーランドマジックに指名され、見事 NBA に入ることができました。最初は先発に出ることもなく、背中の痛みも抱えていたため半分の試合を欠場していたこともありました。しかし2008年から2009年のシーズンで彼は結果を残し始め、短い時間ながらシューティングガードとしてシュート力で存在感を示していきます。2009年から2010年には積極的で素早いペネトレイト、ラインの1メートル前からでも打てる正確なスリーポイントシュート、不安視されていたディフェンスも改善し、コーチの信頼を勝ち得、安定して20分近くの出場時間を確保していきました。5つ目、2013年2月にミルウォーキーバックスに移籍、同年7月にクリッパーズに移籍します。そこで彼は現役最高クラスのポイントガードクリス・ポールのアシストや、ゴール下で圧倒的な存在感を示すデアンドレ・ジョーダンのリバウンドなど、最高の環境の中でシューターとしての才能を十二分に発揮し、スターターに定着、チームに欠かせない選手の一人となります。またそこでレディックが以前から映像で見て研究していたお手本の一人、レイ・アレンをコーチしたことがあるリバースのもと、スクリーンを使って常に動き回りながらシュートを放つスタイルを開花させました。試合のフィルムを見ていると、レディックは何の理由もなく円を描くように走り回っていることがある。プレーとは全く関係ないのに走り回っていて、ディフェンスも一緒に彼について回っているんだとリバースは語っています。このように相手チームから自分を守りにくくすること、そして相手ディフェンスの体力を消耗させることでチームに大きく貢献しました。2016年1月18日のヒューストンロケッツ戦では自己最多の40得点を記録。2015-16 シーズンはスリーポイントシュート成功率リーグ1位の 47.5% を記録しました。6つ目、実は子供の頃からレディックは椎間板変性症でした。なのでクリッパーズに加入して最初のシーズンは腰痛のために半分以上も試合を欠場することがありました。そこから彼は夏のオフ期間中の趣味だったゴルフも腰に違和感があったことで現役引退するまでやめると宣言しました。
バスケで全力を出すために日頃の食生活はもちろん、試合の日には朝から分刻みで体を整えて備えるというほど気を使っています。7つ目、レディックはベテランになってもなお記録を更新し続けています。2018年にはキャリアハイとなる平均 18.1 得点を記録しただけでなく、スリーポイントでも自己最高の成功数平均 3.2 本を叩き出しており、スリーポイント成功率はキャリア平均 40% 以上と常に名脇役として彼は活躍し続けています。8つ目、実はパスもシュートと同じくらい得意とレディックは言っています。やはりシューターとしてのイメージがかなり強いですが、2011年から2012年には平均アシスト 4.4、 2012年から2013年シーズンには平均アシスト 3.8 を記録しています。また近年でも平均アシスト率が高くなっており、シクサーズにいた頃には突然優れたパサーになったなんて考えてもらいたくない、僕はいつだって良いパサーだった、ちょっとした違いがあるとすればシクサーズではパスの選択肢が多いということかな。得点能力の高い選手が多かったシクサーズだからこそ、彼はアシストに回りつなぎ役としても活躍しました。9つ目、レディックは SNS をダークな場所で健康的ではないし現実世界でもないと批判して嫌っています。無意識のうちにスマートフォンを操作し、気づけば SNS や何らかのウェブサイトを閲覧してしまう生活を恐ろしいと形容さえしています。過去にはフリーエージェント情報が気になるあまり、ツイッターアカウントを作りバスケの情報通の5人をフォローしたといいます。しかしその数ヶ月後に彼はツイッター、インスタグラムのアカウントを家族や近しい友人だけが知っていたものも含め全て削除しました。10個目、レディックはセブンティシクサーズから移籍するときに地元紙でファンへの感謝の気持ちを伝える一面広告を出しました。フィラデルフィアの街へと題されたレディックからのメッセージは、素晴らしい経験をさせてもらえて感謝している。この2年が忘れられないシーズンとなったのもフィラデルフィアとファンの情熱、エネルギー、インテンシティがあったからだ。スポーツチームを応援するこの街の形は特別で、フィラデルフィアでプレーする感覚は他の街にはないもの。僕は幸運にもセブンティシクサーズのジャージーを着ることができた。短い間だったけど、この街でとても大切な関係性を築くことができた。僕と家族にとってフィラデルフィアはこれからも特別な場所であり続ける。ペリカンズへの移籍が決まってもなおシクサーズとの再契約を望んでいたというレディックは、ラプターズとのカンファレンスセミファイナルで敗れた後、言葉に詰まりながらもこう語っていました。僕たちがプレーしているチームスポーツは人とつながるところが良い。この競技を素晴らしいものにしている要因がそれであり、僕が楽しめている理由でもある。チームメイトやコーチだけじゃなく、サポートスタッフ、トレーナー、映像分析担当のスタッフも含めて50人から70人くらいの人間とつながっている。ロッカールームに戻ってシーズンを振り返るときに最初に頭をよぎるのは、家族同然の彼らと毎日のように顔を合わせられなくなるということ。それを考えると感傷的になってしまう。チームのメンターとして支えていたレディックは、かつては嫌われ者と呼ばれていましたが、実際は情が深く、チームメイト、地元から深く信頼されていました。そんなレディックを思わず応援したくなりますね。いかがでしたか？このチャンネルがいいなと思ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。